こんにちは、ブルーコースです。ということでね、やっていきましょうか。マリオパーティー 3! 逆転を目指して、もっか頑張ります。はい。あー、また手が取り上がって。いいなもう。今日はもう、だからこの2人だから、スターを実質2個持っているとして、しかもあれだよね。この先にさ、ミレニアムスターがいるから、さらに3つ目になるとこは、スターの差が3個になってるわけですよ。なんとか50コインを貯めて、ただね、レザーでスターを奪うしかないので、そうすれば1個差になる。あとは、多分ミニゲームのコインスターとか、なんとかならなきゃいけないってことなんですけど、いや、これ、やってるね、メドが全然立たないよね。きついわー。はい、もうね、スターを取りに行く、スターじゃないや、アイテムを取りに行くというので、あ、ブロック、こいつ。捨てるだけはブロック。俺んとこいで。カオスが、トゥ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 。お前ら欲しい。クエスチョン止まりすぎだろ。じゃあ誰か、ぜひね、飛ばされていただきたいんだけど。ヤフーってね、わー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 ってなるんだけど。あ、久々にでかいですよ。レースを追いかけられたよ。し、あ、違う違う。あー、ここから全部ミニゲーム勝つと、いけるパーティーのゴール。これは無重力が倒れます。避けるのは本当だ。心つあるか、パーティーのゴールを作ってる。パワーアップする前はこういったり、パワーアップしたとはいいんですけど、パワーアップした人には絶対勝てません。とにかく行きましょう。絶対勝てません。なんか、ヒップドロップできたらいいんだよね。難しいよね。シャイグリーティーゴーおしゃいくぜーテッ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 には闇闇、左手にはグラグラ、左目、左手にグラグラだった。左手にはなんだろうな、じゃあゴロゴロの身で、あの右足にはピカピカの身でも備えよう。ここにゴターン、1ドンキー、2ヨッシー、3ピーチリン、ビリマリオ、これじゃあそう、ワウ、ミリメモスター、マリオ、よっしゃー、きた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 、10ポイントプレゼント、フー。さあ残り、デッケット6ポイント。あ、これどうなるか、これ青マスの関係だったらな、どうなるか、今投げんのかよー。ということか、あの他のライバルたちを蹴散らすためにっていうことだな。よっしゃ、負けねえか、こっち、あ、じゃあ俺関係ねえ。あ、というかこれであれだ、芝生ピーチだ、違う、違うわ、ピンチうま、そういうことか。うわぁ、あ、よっしー、お前も走ってよかったのに、ここに使いそうじゃね。うわ、これでピーチ2つ目か。で、ワープブロック。真ん中のワープブロックが一番なんか取れそうだ。うわぁ、しかもまさかの。これでしかも最強を取れる？うわぁ、うわぁ。で、どこに乗る？これさ、ぜひさ、キーマンじゃないといけないところに行ってほしいんだけど。あ、どこだ、どこだ、俺の目の前、じゃあ俺の時代だ、俺の時代だ、キャ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 、これこそ救済措置ってやつですよ。ただこれでスターが2個で、うわー、お前あえてそこ選んで、またあれだろ、クッパ革命で俺のコインを落としめる、ないよクッパ革命なんて。うわー、待って、これであれだ、なんか1位のやつとかにこういう、誰だ、マリオだ、何、永遠のライバルじゃないかって、そんなこと、君の尻尾も踏ましてるから、もう一人乗ってしまえ、もう一人乗ってしまうのか。あ、2、よし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 、あ、でもこれ、あれ待って、よし、よし、よし、オッケー、いたー、しますします、ソータマです、さあもう受け取りまーす。あー、いい浮上でもね、ボーナススターが全然使ってやからな。これは、あ、スターとかで戻った方がいいのか、近道ないのかな、ね、これはこういうふうにこっち行って、
ワン、ツー、ワン、ワン、ツー。それだったら、行って、今は開けますね。じゃあいつも呼んでくれよー。いや、潔いな。赤のキーちゃんの時とかさ、なんかさ、うそ、ボーカルだね。すごいさ、なんか悲しい感じにさせられるんだけど、ここはね、これだね。飛んでくれ。あー、これむずいやつだ。これ意外とむずいやつなんだよな。プレイ。スタンプにされたキノピオを魔法のクレヨンで、元に戻しましょう。一人協力しないと、一人じゃ絶対無理なんだよね。これヨッシーがね、どっち回りで来るかなんだよね。これで時計回りなのか逆時計回りなのかって。この辺に。角向きある？ヨッシー角向きある？角向きないね。角向きないね。お前なんでそんなさ、意思疎通が取れないの？ヨッピー？今のでいいのかよ。あ、もうこれもう間に合うかもしれないね。ヨッピー、ヨッピー。いいのね、いいのね。全部囲まなくていいのに、でもギリギリ間に合ってないんだよな。もうなったらもう同点で終わりたい、同点で終わりたい。なったら同点。ふとや、残り0秒やったでしょ。もう、ピーチドンキーはさっきのさ、バトルミニゲームで超稼いでっからさ。これ追いつけないことの差が空いてんのよ。やばいやばいやばい。だから普通にスターを取らないと、負けるんすよ。あと4ターン。間に合うこれ。間に合わないよ。ステースで奪うしかないよ。ジークってどうする ?0 コインになる。これどうなって帰ってくる？なんだと以下省略ってかこの野郎。しかも88コインって俺の最高コインも奪いやがった。誰か交代する？こんなずるいことができるの？こいつまたてなで、あーもう絶望しかないね。ヨッシーと入れ替える。ヨッシーと入れ替える。アイテムを取ってヨッシーと入れ替わる。ヨッシーと入れ替わる。あーマジかよ。ただぼーっと眺めてできないっすね。もう大変になってるね。つらい、超つらい。まだテレビではラスト3回です。よし。アイテム。なぜか私の時だけはミニゲームアイテム。アイテムミニゲーム。狙ってプローン。ぬるっとボーン。さあ、お、魔法のランプ。魔法のランプ狙う。一番奥だろ。あ、じゃあ真ん中か。一番好きかもしんない。うん、いつもお友達とかね、弟たちとね、テンポイントを集めるまで、なんて、なんでだよ、おかしいべや。いや、おかしい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 。いや、だってさ、普通に考えてさ、なんか上下にさ、めっちゃ激しく揺れてたじゃないですか。あれがなんで急にさ、魔法のランプさ、止まるわけ。はははは、もう、ほんとに、ないべ、マジで。いやー、残酷とはこのことですよ。あの日人間を思い知らされたって奴らに駆逐されているとか、飼いならされているという感じだもん。よいしょ、うんうん、よいしょ、オーケー。なんか誰かお亡くなり、ならばいっぱい、よし、いい、これリアルにやばいやつ。よし、来た、うん、ピーチ。あーもうピーチのお尻はピッチピチや、ほんま。あれや、綺麗に見られるよ。ただのデブって意味だ。ごめん、みんな、もう最後まで粘りたいと思うけど、
誰かのスパを奪うだろ。あーまあまあ、そこでもやり合いしてくださいかって、やり合ってやり合って。で、今度はドンキーが呼び出して、クッパをね、ヨッシーに召喚する。しかもワンプロップ、なるほどな。ペタルティになる。いや、それであれ全員級で勝った。ヨッシーと言われてる。おっしゃった、いいね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 。50コイン、50コイン。もう俺の逆転はここしかない。50コイン、50コイン。あー違うんだ、そうじゃないんだよな。うおーってテンションめちゃくちゃ上がってるけど、俺は低い今。せめて30コインやからドキドキで。あ、これあれか、運ゲーじゃねえかこれ。テレサのプレートの順番入れ替わってしまう。ドロップ、あ、ドロップ。わー、これすげえやだな。こうなったらもう意味がないんだもんな。どれがどれかってドキドキプレートメーカー、いや運ゲーかもしれない。ここに来て、ガッサ、これなんかあのクッパ爆弾と一緒でさ、なんかもうだよね。もうそんな予感出してたよ本当に。なんなんだマジで、腹立つ。やっぱ自分の行動疑ってかかるべきだなこれはな。そこダメよテレサだと思って。ほら分かってたんだべ。なんでこうなるかね。あーマジかー。もうこれはさすがに無理やな。しかもスターも奪えないほどのコイン数になると思うな。うらすぎる。ここまで運に見放されるかねっていうくらいやられたね今回は。このダメさなんかことごとく予想当ててんのよ。それはそれですげーな。次のドンキーもセーフ。ドンキのテイクで、ヨッシーでまたテレサ。ああ、これさすがに予想で、まあ、全部適当に言ってるだけだからね。うわー、もうコインスターも無理、ミニゲームスターも無理、自力のスターも無理。ビリ、まっしぐらだな。どうしよっかな、こうなったら。誘ってるんじゃないの。あ、違うな、これあれだ。あえて2回とも捨てて、だよね、2回とも捨てて、極力ヨッシーの方に近づいていくって誘う方だ。ごめん、わからん、ピーチ、それはわからん、ごめんな。とりあえずクッパに行くのかなって。そうでもなかった。じゃあわからん。ちゃん、逆転はここしかねえ。ういっ、タルタルブランコ。あー俺これよく分かってないんだよね。何が出てくる。どうしよう、海に落ちてしまうとミスになるんで。海に落ちてしまうとっていうのテレベル3、2個。じゃあ、まずコインをめちゃくちゃ取って、大城超え。で、その後に、カを奪えばいい。あと、確か、あと2ターンだよね。あと2ターンなはずだから。ここはね、スター2個奪えたらいいんだけど、もう今から無理だから、3人側避ける。移動。最後まで取った。自分一人になっても、もう残ったら残ったやつだけにしてくれたらいいね。ウィーン。はい、動かない。動かないとダメです。これ逆に動いたら危ないんじゃないですか、ね。
らほ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 ら当たってなかったのにな、当たってなかったのにな。どうせあれで、あの金髪で女の子でスカートでかぼちゃパンツ履いてるやつはね、優遇されちゃうんすよ。すごく悔しいね、ずっとしゃべってやる。まずはじゃあ、まあどちらにしよう、あと2ターンやな。2回とりあえずヨッシーをぶちのめす。誰に呼ぶ、ここまで残酷なマリオになるのか。ピンチ、ピンチに2位だから、でも1、そうやったらさ、ヨッシー呼び出してたのかよ。あ、うまいの、いい、上がるか、こうしやがった。なるほど、これを見越してたわけか。バンパだな、だったらもう全部やってくれよ。負けてるし、ほんで、いや、マジかよ、101、もうこれ確実に不可能だな。500ポイントくらい終わってくるんだよ。しかもこれヨッシーだろ。うわ、俺の取り分が、ヨッシー、ヨッシー、ヨッシー、泣いてる。おお、あ、多分ここは20ポイントだな、間違いない。これはどこに来て10ポイント、おお、テンションが上がらねえわ。これ多分20ポイント、だってフリーダッシュ、なんだったっけこれ。いやいやいや、これは落ちている鍵を使って扉開けるんだ。鍵と扉のマークが合わないと扉開かないぞ。鍵を取る、鍵を取る、鍵を持っているやつを取る、鍵を取る、その隙に。こういう時のさ、コンピューターのさ、なんかこう破壊力って半端ないよ。聞こえない、聞こえない、聞こえない。よし、せめて2、せめて2。よし、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 いっかー。ラスト、ラスト、ラスト、ラスト。ちょ待って、パンチ来たよ、今。うわー、マジか。なんかもう、あれだね、全部こう、いい、やりたい放題やられてる感じだな。お前から50コイン奪う。うわー、これで12コイン取ったってことは、どうなる？それでも41か。コイン取られてプラン2か。じゃあ、恨み腹立つ、全部よ、全部よ、全部よ。25コイン未満やったらお前も仕事してないことしたら追い返す、もう一回いけ。コイン取ったら19コイン、4ってマジで強いんだな。あ、もう一回、もう一回、ちょっと待って、4で、これで3で戻って、まあ、3で戻ったらコインが、ここで3、1、2、3、4。今更、ハテナ取ったところでやからな。いや、やったった。あれ、ガンスターを取ったな、ドンキーが。で、ヨッシーが。出ないのか、よし、だってミニゲームスターだ、取るもんな。ピッチは多分無理やから。誰かわかるかな、そこのコクリームって何番目に出るかな。選べる。このゲームは3本正解したら OK。はい、OK、いいでしょう。やったろ、やったろ。スタート！くの手、くの手。一発目で間違えるか、まさか。だよね、だよね、よかったよかった。
ああ終わったらもうあれなんだよ、参加できないの。スローテイク。ドンキが気になってもう頭に入ってこない。ピーチ早う、優柔不断やな。最後の最後でよし帰ってきやがった。おめえいらねえんだよ。最後は確か7回だって。さすがに勝ったはず。ああ、他もな、いけてたらな、意味ない。あ、みんなバラバラやな。あ、違った。5番目か。ああ、めっちゃ偉そうに乗っけてくのとかって言ってたけど、勝つやったわ。もう、とんでもねえ勘違いしてるな。もう俺、勝つ気ねえな、完全にな。いやー、これでラストターンか。もうなんか3位くらいやな。で3位や。ドンキーはもうここに3つ目だもんな。ラストターンでこう目の前に現れてくれて、でスター1個取って、でスター1個奪い返して、でもそれでも多分コイン数で負けてるから、目の前サイコロだけなんか150とか出してくれへん。これはちょっと全然ダメだった。ミニゲームを勝てなかったっていうことでね。この差やな。ミニゲーム勝ったらコインのミニゲーム。何もだけ言ったけど、物上がり、スカウト、あいこれ、コイン争いだと、コイン勝てる要素が出るかも。ロッシーに勝てなかった。そしてドンキーにも負けるし、ユニコの最後で勝てる全くいらんのよ。うわ、ラストターンでこんなしょぼい。先に A をしたらダメなのね。ちょっと練習で飛べるかなとかって思ったけど。今レディーだ。やっほー、これできんのかい。いないなぁ、ラストの最後。ミニゲームが9分かけんの。ミニゲームしてて。あー、これか。上と下に2本ずつある5巻から出てくる。はい、ミニクッパーのヒントを持ちます。今の高得点のと同点の音はみんな今後もらえます。スタート。うまいね、みんな上手やね。なんで？いやー、なんかダメだ、全然ダメだった。終わってる。位置がうまい。あ、よー、意外と圧倒的だった。最後の最後で、でも勝ったけどなんかクソ微妙だな。どうなるかね。いやー、これじゃ絶対勝てない。これじゃ絶対勝てない。だってヨッシーと同点って、この人と同点だったらダメだもん。おって、2位。いやー、まさかの、なんか、一人プレイで、しょっぱなつまずくと思ってなかったなー。悔しい。シンプルに悔しい。はい。ヨシミスターの数は、ドンキーとピーチ。あ、でも3位じゃん。
3位じゃないわ。いいだわ。これでドンキでしょ。ピカのピーチ。ミニゲーム一番俺が稼げてないっていう自信がある。うわー、これでいきなり。恥ずかしいわ。もうこの時点でもうゲームオーバーにしてくれた方がすがすがしい。いや、気持ちいいほどの4位だったな。ミニゲームに全然勝てないっていうね。いや、これリハビリが必要だな。リベンジ果たします。はい、まあ、いやー、これはひどい。まあ逆に言ってよくここまででもボロボロだったのにさ、僕ね、ミニゲームの中でやってみた。であのバトルミニゲームは加わらないの。あ、じゃあ諦めないで頑張ればよかったと思ったけど、まあ諦めてたんだけど。いやー、ひどいな。10ターンのうち3分の1ここに決まってるんですね。なんだなんだ、だらしねえぞ。これではとてもスーパースターと見てられない。どうしても見てもう一度チャンスあってもいいが、いや、もう絶対チャレンジします。チャレンジするんだけど、ちょっと同じステージをもう一回やるっていうのを皆さんにお見せするのもあれなので、ちょっとここは裏でクリアして次のステージから なんか何事もなかったかのように進めていこうかなというふうに思いますんで、ぜひね、そちらをご覧いただけたらなというふうに思います。そう、悔しい。一発目でつまずくなんてこんなのないよということでね、今回は以上とさせていただきます。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、次回コスト頑張れよっていうね、応援をしていただけたら幸いでございます。ということで、今回の動画は以上でございます。またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。